いつも言うてますけど、他の先生の、うち先生ちゃうけどね、他の作家さん、うち作家ちゃうけどね、他のデームデザインちゃうからね、他のゲームデザイナーっていうか、うちはゲームデザイナーじゃないからね、デームデザイナーかな。じゃあ、うちはデームデザイナーですけど、ゲームデザイナーさんたちの画面をやる、画面をやるときに、ジブレでね、ロスロードに N が発音できない部族とかだから まあいいけど、ジブレでね、書いてみるわけ、こんな風にね。これね、結局どんな画面でもね、チャテね、チャテ。チャテあるじゃん、チャテ。チャテをね、そのままコピーするんやったら自分で書くよね。これ直接書く人もおるけどね。それは子供。ね。自分で書き直した方がいいでしょ？こんな感じね。で、これできるとね、ちなみにちゃんとキャラって書くよね。でもキャラ体力って書いたらキャラとしてはその、市場での耐久力みたいな意味出たら怖いよね。まあそれはそれとして、これできる人は自分の人生でも、実際の現実の人生でもね、こういったことできる人やから。だからこういったね、ゲームをやるときもね、そのチャートはね、自分で書こうね。特に絵心あったり、文才あるなってなんかご自身思ってある場合は、絶対こうやって書き直すべきやね、絶対。その方が楽しいし、これできたら実際の人生も楽しくなるんですよ。というわけで、なんと、やっとゲームできるなんて言いながら、最初にやるのがこれでした。ざわ、ざわ。